イケメン入りますしょどうも超絶イケメンですいや髪切りてやマジで切り暇ねえけどはいえー今日はねえー某某慶応大学のね慶応大学ってあれよあのノックアウトの慶応だからね、うん、あの慶応大学のね あのどこの国とは言わないけどあの、海外だから、日本じゃないから、日本じゃなくて海外にあるえ慶応大学っていう、えー、大学のアメフト部がね、まあ、盗撮をしたらしいんですよ。うん。で、ソースがね、曖昧なんだよね。うん。日韓スポーツさんを信用していいのかなまあ、とりあえず、あの、嘘か本当か分かんないから、俺が今言っている大学っていうのは、あの、有名なね、超有名な慶応大学じゃなくて、えー、海外の あの、慶応大学だから。海外の慶応大学ね。うん。あの、ノックアウトの方の慶応大学さんのアメフト部が、盗撮をしたっていうね、ま、あことなんだけど。いやー、ほんに、この前も確かね、あの大学ね、なんか、酔っ払った女の子がなんか、性的暴行したとかでね、あの、バカが捕まったけどさ、なんなんでしょうね、みんな。みんなっていうか、あの大学。ね。 まは全員何在籍者が全員ない韓国人とかじゃないでしょなんか本当にね、こいつは理性がねえなと思ったね。うん。あれこいつら頭いいんじゃなかったっけみたいな。さ、すごくないあの、あの、合宿中に女子風呂にさ、カメラ仕掛けたとかっつってさ、あんだけさ、頭のいいであろう奴らが集まっててさ、誰一人としてさ、いや、それまずいよ、やめようよっていう流れになんなかったっていうのがすごいよね。 うじ、ん、ゃ、でまたね、あの、学校側もなんか隠蔽しようとしてるしさ、いや、ねえなと思ってね。うん。それにしても、ほんとね、あの、バカだなと思うよね。うん。あの、想像力ないしね、うん、こうやっちゃったらこうなっちゃうみたいな、あるじゃないですか。人間っていうのは常にね、まあ、俺もお前らもそうなんだけど、あの、理性と本能との戦いなんだよ。毎日が。ね。あ例えばさ、あの、俺の友達とかもさ、よさ、あの、 町田中歩いてるとさ、なんかやるんだよ、こうやって。はぁはぁってやっててさ、お前何やってんのって言ったらさ、いや、まあ、まぁ、フーバで、あの女の子のスカートめくれてるんだよとかさ、言ったやついるんだよ、の友達にもいるし、こうやってさ、ナッパのクンタネクン。クンクンってやって,てさ、何やってんのマジ、まあ、言ったら今、あの子のスカートめくれてるんだよ。そう、いるよ、俺の周りにいるけど。俺もたまにやるけどね。あの、マフーバ、マ,マフーバ出ないかなってやるけど、あの、何言ってるだけだからね、俺らは。うん、言ってるだけ。あくまで言ってるだけ。 うん、あの本当にやらないんだよ。動画でバカなこと言ってっけど、今俺。実際やんないから、実際。うん、だから、あの、今度俺のことを落としたさ、あの、某社会人劇団、うん面、まだまだ面談に行ったのに落としてくれたけど、ね、あの、俺のこと撮るみたいなこと言っててさ、俺の YouTube チャンネル見た瞬間に、あの、なかったことにみたいな、落としやがったけど、多分ね、あのね、劇団はね、あのー、ま、あその慶応大学に劇団、あの、 演劇部が死んでいけど、そいつらが入りたいって言ったら入れるんだよね。どうぞどうぞってね。でもね、あの、分かったろ今回の件で。俺たちが高卒だよ。高卒で、あの、こういう下枝ちゃんのやってるかもしんないけど、あの、実際にね、口で言ってるだけでね、言ってるだけでやんないから、悪いことは。うん。普段は下枝ばっか言ってるし、くだらないこと言ってるけど、言ってるだけ、口ばっか、いい意味で。 いい意味で口ばっかだから、俺は。うん、俺たちはね。俺と俺の仲間はね。いい意味で口ばっかなんだよ。うん。こんな真風魔なんか出るわけねえじゃん、こんなんなん。<laughs> クンってやったってスカート抜けてんだろうん。でも、この慶応のアホどもは、本当にやっちゃったんだよ。あんだけ、偏差値の高い奴らが集まっていながらやっちゃったの。うん。だからバカだ。ああいうのは本当のバカっつうんだよね。うん。まあ何よりね、その被害者女性のことをね、考えらんないのもバカだよね。ほんとバカだと思うよね。うん。うん。やっぱり勉強できるのに頭が悪い奴で立ちあるよね。 うん、やっぱ、そういう学歴とかだけでさ、その、社会的信用を得てさ、実は、その、到達やってましたみたいなさ、だって今回だってさ、あのー、ね、その、KO さ、昨日の今日じゃん。まあ、昨日の今日は言い過ぎだけど、ね、この前だって、ね、 あの、酔っ払った女の子に性的暴行を加えたばっかだよ。で、今回またこれじゃん。うん。もう本当にね、あいつら、もうなんか全体、学校全体がそうなんじゃないかってね、思っちゃいますよね。本当に。なんか学校ごとね、あの、韓国に引っ越してほしいですね。本当に。はい。ということでね、えー、イケメン、帰ります。じゃあな。シュあ、あくまで、あの、海外の、え、慶応大学のことだからね。うん。ノックアウトの方の慶応大学のことだからね。あっちで有名な慶応大学のことじゃないからね。はい。じゃあな。シュ